香港と台湾を合わせれば、中国が総合優勝だ米ワシントン・ポストは13日、中国の一部でパリオリンピックの順位を決めるとき、香港と台湾のメダルも中国に加えるべきとの主張が出ていると報じた。中国はパリオリンピック五輪で、金40、銀27、銅24で、米国に次ぐ総合2位となった、金メダルの数は米国と並んだが、銀メダルの数で届かなかったため、総合優勝できなかった。 香港と台湾がそれぞれ金メダルを2つずつ獲得したためその数を中国の成績に加えると金メダルが44個のなり総合優勝できたとの理論この主張が中国最大のソーシャルメディアプラットフォームウェイボー,ウェイボーでこの主張は7億2000万ヒット約100万いいねを記録した書き込みの台湾と香港は中国であり金メダルは44個だとの主張に約10万いいねがついた